仲間探しの旅を続ける夏たちは、到着したアメフラシの村で失意に暮れるジュビアと再会する。そこで彼女の口から語られたグレーの近況は、夏が1年前に知らされたある不安を呼び覚ますものだった。黒い影がグレーの体を蝕み、絡みつく新たな黒い糸はグレーの心を漆黒に染め上げていく。次回、アバタール。闇ギルドは去り、新興勢力の黒の時代が始まる。アバタールの本拠地で幹部クラスの敵と一戦を交える夏たち。そこへ追い打ちをかけて現れたのは、自らの心を闇に落としてしまったグレー。かつての仲間は道を違え、今敵となって対峙する。妖精の紋章を胸に刻んでいた時の誇りや絆は、もはや思い出にすらならないのか。次回、地下の激闘。響き渡るのは仲間を信じるまっすぐな心の叫び。アバタールが秘密裏に進めていた浄化の時が近づいている。それは彼らが浸水するゼレフのために多くの死を捧げるというもの。ついにその詳細をつかんだ夏たちは、作戦を止めるべく決行の地へ急ぐ。元フェアリーテイル最強チームの5人が今、汚れし教団に立ち向かう。次回、浄化作戦。変わらない妖精たちの絆が悪を打つ。アバタールの神官アーロックは、真の浄化作戦を達成させるため、人知を超えた厄災、刀身、戦つなぎを召喚する。大地を揺るがす戦いの神の圧倒的な力に人々が逃げ惑う中、命を軽んじるアーロックに怒り心頭の夏は、仲間との思いを胸に渾身の一撃を振るうのだった。次回、戦つなぎ。絆の強さが悪を滅する光となる。今から約400年の昔、ドラゴンの血を浴び続けたドラゴンスレイヤーの男が、その身を忌まわしき黒竜へと変化させ竜の王になった頃、ある一人の天才少年は、亡くした家族を忘れられず禁断魔法の研究に没頭していた。それがアンクセラム神の怒りに触れるとは知らず。次回、回想録。悲しき運命の歯車はこうして回り始める。1年ぶりのマグノリアでの再会を喜び合い、フェアリーテイルのギルド復活を誓った仲間たち。行方不明のマカロフもいつの日か帰還してくれることを信じて、夏たちは全壊したギルドの再建を始める。かつての活気が戻り始めたある日、仲間の紋章を宿した一人の男が現れるのだった。次回、7代目ギルドマスター。秘密の扉を開ける時がやってくる。アルバレス帝国へ渡ったまま帰還できずにいるマカロフを救うため、秘密裏の奪還作戦を立てた夏たちは、帝国のある西の大陸へと向かうのだった。しかし、その道中に立ち寄ったカラコール島で、夏たちは早くも一触即発の危機に瀕してしまう。次回、空間の掟。戦いに勝つのは空間を制する者。スプリガン12の一人、ブランディッシュ・ミュー。彼女の強大な魔力はそのままアルバレス帝国の脅威として夏たちを震撼させるのだった。一方、アルバレス帝国の首都ビスタリオンでは、遠征先から1年ぶりに帰還した皇帝を出迎え、人々が喜びの声を上げていた。次回、皇帝スプリガン。大いなる闇を滑る醜き妖精との開口。